こんにちは、三蔵です。今回は浮気された時の対処法についてお話していきます。もしもパートナーのスマホを偶然見てしまい浮気が発覚したとします。その時あなたならどう対処しますか？びっくりしすぎてまずは落ち着こうと考えるのではないでしょうか。おそらく周りの信頼できる友人に相談してみても浮気の対処法というのはそれぞれで、一度の浮気ぐらい許したらという意見の人もいれば、絶対に許してはいけないと考える人など意見が分かれてくると思います。考え方が多種多様な分、相談したところで悩んでしまうのも仕方がありません。浮気されてショックだけど、まだ相手への好きな気持ちは残っているし、この関係を崩す勇気もないからと一旦見逃してしまうのも十分わかります。今回は海外の大学での心理学の研究結果をもとに、浮気を許した場合のリスクについてご紹介いたします。では早速いきましょう。世の中には浮気をする人の気持ちがわからないと思う人が多い一方で、実際の研究データでは浮気の経験者、願望を持っている人が想像以上に多いことが分かっています。2011年にカナダのモントリオール大学が行った研究で、平均年齢23歳の学生145人を対象に調査を実施しました。彼らに対して、これまでに浮気または不倫をしたことがありますかと質問しました。結果、41% の人たちが経験があると回答し、 68% の人たちはすでに浮気の経験がある人も含めて浮気をしてみたいと回答しています。学生ならまだそういう人たちも多いよねという考え方はあるかもしれません。実は大人でも同じなのです。また平均年齢27歳の男女270人にこれまでに浮気または不倫をしたことがありますかと質問したところ、なんと 39% の人たちが経験があると答え、 54% の人たちが浮気をしてみたいと答えたという別の研究データもありました。すなわち20代前半、20代後半ともに4割の人が浮気を経験済みで、6割近い人が浮気願望を持っていたということです。しかもこのような質問形式での調査は自己申告制ですから、自分にとって都合の悪いことは隠す傾向があります。つまり実際はこの数値よりも多くの人が浮気を経験済み、もしくは浮気願望を持っている可能性があるわけです。海外の情報だからと一見思われがちですが、男女関係はそこまで、国籍は大きく影響してこないと私は考えています。ここでお伝えしたいのは、浮気を自ら経験することはなくとも関わらずに生活していくことは極めて難しいということなのです。ではパートナーの浮気が発覚した後、許すべきか別の人生を歩んでいくべきかについてお話していきます。この大きな決断を考えるときに、オランダにあるフローニンゲン大学が行った研究が参考になります。調査内容としては、研究チームは250人の男女を対象に15年間にわたり全員を追跡調査しました。そして浮気についての質問を定期的に行い、浮気を誘発する因子が何かを調べたそうです。そして驚くべき結果が、ある3つのポイントが揃うと、なんと 73% の確率で浮気をすることが判明したそうです。まず1つ目は、過去に浮気をしたことがあること。そして2つ目は、浮気に対して寛容な考えを持っていること。そして残りの1つは、周りに浮気の経験者や浮気肯定派が多いことです。つまり大事なのは、同性での人間関係について整理させる必要があります。浮気を発覚した際にありがちなのが、相手に正直に話して、もう二度としませんと
と約束させて連絡先を目の前で消させる行為をテレビなどで見たことがあるかもしれません。それだけでは解決できたと普通は思ってしまいますよね。ただこれだけでは不十分なのです。浮気に対する謝罪と二度としないという制約とともに、パートナーの周りにいる同性友達の情報を引き出し、再発防止の環境を作れるようにサポートしていきましょう。浮気はまだ確実に分かっていないけども、これから浮気されるのは嫌なので、なんとか対応策を考えたいという方に、普段から活用すれば浮気をなるべく防止できるという言葉をお伝えします。まず一つ目は、浮気をした時のことを話すことです。パートナーに聞く浮気防止の言葉は、浮気をしたら別れる、浮気をしたら私も浮気をする、など、浮気をした時にどう対処するのかを説明することです。浮気をした時の対処方法を説明することで釘を打ち、浮気ができないような状態を作ることができます。そして二つ目は好きな気持ちを伝えることです。交際経験が長いとどうしても言いにくくなるかもしれません。ただ、何々のことが大好き、一緒にいられて幸せ、など、パートナーに素直に好きだという気持ちを伝えることです。あなたがパートナーのことが好きだという気持ちを知ることで、浮気をすることに対して罪悪感を覚え、浮気防止につながるのです。最後に三つ目ですが、パートナーのいいところを伝えることです。浮気をしないところがいい、私のことを大事にしてくれるところがいい、などがパートナーに聞く言葉です。浮気をしないところがいいなんて言われたら、浮気をすることに対して罪悪感が芽生え、浮気防止につながります。パートナーに聞く言葉を伝えましょう。はい、いかがでしたか？浮気された時の対処法についてお話ししました。これからもこのチャンネルでは、仏教をはじめとした人生の良いあり方を短く分かりやすくお話ししていきます。もし本動画のように日常に生かす方法をもっと知っていきたいという方は、見逃さないようにぜひチャンネル登録と評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。